1900年頃駅前の馬車、鉄道エントランスホールと系統、モスコーフスキー駅は、サンクトペテルブルクにおける5つのターミナル駅の一つ。1851年に、モスクワ・サンクトペテルブルク鉄道の奇襲店駅として、開業した。イタリア風、ネオルネッサンス様式の駅舎は、開業時の建物で、ロシア最古級の駅舎である。建築家は、コンスタンチントーンの設計である。 駅名は、モスクワ方面の列車が発着することに由来する。モスクワのさらに南のキエフや、そっちまで運行される列車もある。この駅は、旧海軍省ビルから東へ伸びるサンクトペテルブルク一番の繁華街である、ネフスキー大通りのほぼ中央部の放置広場の南側に面していて、サンクトペテルブルク地下鉄や路面電車などからの接続も便利である。 斜面11線の地上駅である。発車線はプラットフォームごとに1番から7番まで割り振られており、発車線の番号は各プラットフォームの右側、左側という形で区別される。改札は1番から3番のみに設置されている。特急列車は1日30本から40本程度発車するが、サップ3号以外のほとんどが夜行列車であるため、午前中は、 本数が少なく5時間程度間隔が空くこともある。普通、快速列車は、モスクワ線が1日約30本、ボルホフストロイ線が1日約20本発車する。モスクワ線は、通勤時間帯中心の運行であるが、換算時でも、毎時1本程度の本数が確保されている。ボルホフストロイ線は午前中に3時間程度間隔が空くことがあるが、 他の時間帯はおおむね毎時1本程度発車する。特急列車用コンコースと普通列車用コンコースに分かれている。駅舎が特急列車のコンコース、駅舎西隣の広場が普通列車用コンコースとなっており、切符売り場も特急用と普通用に分かれている。駅舎の入り口では手荷物検査を行っているが、地下鉄放置広場駅の出口から入場する場合は手荷物検査がない。 ありがとうございます。